ラファンタジー。またお風呂で寝そうになっちゃった。こんにちは、こんばんは、ゲーム動画のコウです。ララファンタジア始めていきましょう。ウィークリーで毎日ログインしてるっていうのはすごい。すみません、ありがとうございます。すっごく助かりました。で、今回は七夕日収集クエストの後半。このクエスト時給はいくら？土属性なんでこちらです。このクエスト時給はいくらかしら。行ってみましょう。それでは行ってまいります。どんな時も頑張るソイ。守りもしっかりしなきゃ。子供扱いしてバレないでください。きっと大丈夫。何するんですか。こんな感じでどうですか。くらえです。皆さんのやる気をアップします。今は我慢の時だね。こうかな。うまくいくといいんだけど。やあ、気を引き締めなく立ち止まらず諦めないで。守りもしっかりしなきゃ。行きますよ。頑張るぞ。
気合い入れて稼ぐわよ。ジョキュしました。私たちの勝ちです。やりましたね。ブルーガードは強化されていっていますね。このクエスト時給はいくらかしら。使うの終電場っていうの、でですね、今回
どうなんですか。攻撃は最大の攻撃。いいですね。これ使いますね。ジャパニーズサムライの技です。これは何するんですか。攻撃力を落とす技がやっぱり有効ですね。健康一滴倒した。健康一滴ジャパニーズ侍の技です。やりましたね。みんな今だよ。この時のために練習したんですから。いきます。あとにはまっすぐだ。この時のために練習したんですから。いきます。まず一体倒した。倒す。お手伝いします。やりましたね。それ倒す。アフターヌーン了解した。ハンク痛いです。何するんですか。ちょっぴり手ごわそうかな。絶対負けない。痛い。
気出しちゃおーっと。待ってますね。サポートします。どうだ、回復できる人は誰もいない。これでどうです？絶対負けない。健康一滴。1体倒した。アフターヌーン、了解した。まずは在庫を取り寄せる。残り1体。これは皆さんのやる気をアップします。本気出しちゃおーっと。倒した。誰も死なずに倒せましたね。やったね。魔法使い向きなのか。はい、というわけで今回は七夕にちなんで今日は星空をモチーフにしよう。この七夕を約束収集クエストを中心に呼ぶクエスト、魔法使いの修練場も、行いました。いかがだったでしょうか。もしよろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。